はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、いよいよ、マサデル診断のお知らせがやってきまして、9月の12日に実装される診断ですね。こちらに、追加されるパック、グレートフォースアドバンスっていう、パックで強化されるのがめっちゃ多いんですよ。アンティークギア、ライトロード、ライカ、ジェネクス、アロマっていう、まあ、5種類のパックに加えて、で、さらに、こっちは多分既存のカードだと思うんですけど、バレルエンドドラゴンとか、ストレナエとか、ミラージェイトとかなんかいろいろ、切り札系のカードをいっぱい収録されているパックが発売されますよということで。まあ、こっちは多分あんま新規ないんじゃないかなと思うんですけど、こっちの診断の方、こっちの今日は解説をしていこうと思います。例によって、オタクがひたすらその、自分の知ってる情報を喋り散らかすと。いう動画になっていますんで、なんかやりながら聞いていただければなというふうに思いますが、ちょっとね、全部話すとめっちゃ多分動画長くなるんですよ。なので、今回の、動画は前編といたしまして、アンティークギア、そして、ライトロード、この2つのテーマ、この激アツの2つのテーマについて、ご紹介、お話ししていこうかと思ってますんで、よろしくお願いします。この残りの3つについては後編の動画でやろうと思いますんで、動画わかります。よろしくお願いします。やっていきましょう。さあ、いよいよアンティークギア強化決定ということで、クロノス先生もびっくりのありえない魔改造強化が入るんですけども、アンティークギア、アンティークギアってね、今までその強化来る前は本当にどうしようもねえな、後手テーマみたいな感じで、まあ、後手からそのエースモンスター頑張ってなんか出してでぶん殴って勝ちましょうみたいな感じのテーマだったんですよ、今まではね。なんですけど、このアンティークギア強化が来ることによって何が変わるかっていうと、まずね、先行展開ができるようになります。妨害をちゃんと構えられる、先行で。だから、まあ、妨害の構え方は、ランク8が結構簡単に出るから、まあ、チャンピオンサルガスからのレギュラスとか、タイタンギャラクシーみたいな、ランク8の妨害とか、あとレベル4が結構簡単に並ぶので、どれや、これがバグースかとか、あと、機械族がめちゃくちゃ簡単に横にバーって並ぶので、まあ、ラドンとか、こういう、その先行で強いモンスターを簡単に出せる、るようになりました。展開力が上がったことによって、今まではこの緊急ダイヤっていうカードで頑張って後手からなんか展開して頑張ってたんですけども、これなくてもいけます。はい、やんなくても後手で何その展開しなくてもいけるようになりました。で、組み方、デッキの組み方は2種類あって、その天候でちゃんと展開できるようにするか、まあ、今まで通りのその後手まくりにするかなんですけど、個人的にはやっぱ現代遊戯はやっぱ先行取れて勝てないとやっぱちょっと微妙なんでね。なんで、まあ、先行デッキにした方が個人的にいいかなと思ってるんですけども、ぶっ壊れモンスターがですね、これね、ギア、ダークゴーレムっていうモンスター。これがめちゃくちゃ強くて。はい。まあ、これを、まあ、出すことが、まあ、まず始まりかなって感じですね。アンティークギア、新デッキの。でね、アンティークギアの強化の 方針というか、OCG の方ね、方針、強化方針として、すごいのは、今までの融合モンスターをちゃんと活躍させられる、そういう強化があってるんですよ。アンティグギアって融合モンスター死ぬほどいるんですけど、そいつらが一応出そうと思ったら全部出ますんでね。で、しかもギア、カオスジャイアントさんは、出たら未だに強いんで、耐性も、あと、まあ、その、ぶん殴る時のパワーも、非常に高いので、まあ、これは非常に優秀な強化方法かなと思っていて、で、さっき言ったその、ダークゴーレムさんはこれをサポートしてくれます。このカードのカード名は、フィールド墓地に存在する限り、アンティグギアジャイアントとして扱えるよ、ということで、アンティグギアが、ジャイアントさんのサポートカード、まあ、例えば、アンティーキャフュージョンみたいな、そのなんか巨人がいねえと、いたらか、巨人がいたらデッキ融合できるとかね、こういう、その巨人関係のサポートを簡単に受けることができます。で、さらに、2番の効果ぶち壊れてまして、召喚、特殊召喚に成功したら、自分自身の、同盟以外のアンティークギアカードかギアタウンを2枚までサーチして、で、1枚手札を捨てるという効果。まあ、手札が1枚あれば実質2枚サーチです。めっちゃ強いですね。アドバンテージ稼ぎすぎバロタ。で、このことの発動後、ターンシロジまでセットができないっていう、あのアンティークギア Y バーンと一緒の謎の制約が入るということですね。で、アンティークギアカードは、墓地送られても効果があるカード、例えばそのアンティークギアカタパルトとか、これですね。これは墓地除外すると表側カード割れますよみたいな効果あったりとか、これでギアタウン割ったりして展開するんですけど、こういうカードとかも墓地送れるので、まあ、手札捨てるっていう、まあ、のも、まあ、普通に強いし、あと単純にその合計2枚サーチできるんで、まあ、カード増えてめっちゃ強いっていうのもあるしね。
あと単純にこれでこれ持ってくればすぐこれ融合できるしみたいなところで、まあ、キル能力曲がってるし展開力もあってるっていう感じですね、このカードの影響によって。でこれをリクルートしてくれるモンスターとか魔法トラップカードが結構多くなってまして、まあ、例えばこの、スタチューさんね、あのパンクラ条件でまず、後手からだと結構簡単出せて、でこいつリリースすると、アンティクギア、ジャイアントの、カード名が記されているモンスター手札で行きから召喚条件無視してこちらができるということで、まあ、これでこれ出せるんですね、非常に優秀。あとこのアンティクギアジャイアントが書いてるカードも結構増えるんですよ今後、まあ、コワンダーとかこの、ギアタンカーとか、まあ、この辺のモンスターって簡単に結構出してこれて、でこいつらも、ね、結構ね展開、モンスターとして非常に優秀なんですね、手札から、アンティークギア、出してこれたりとか、あとまあ墓地からなんかそのアンティークギア蘇生したりとか、なんかここの辺のカードを使ってなんか横にババババって機械族がいっぱい並ぶ感じになるんで、非常にねラドンがねしやすいんだよね。多分先行暗記でもやろうと思ったらできんじゃないかな。で先行暗記できるテーマっていうのは先行展開強いからね。で進軍っていうギアアドバンスっていうカードが、これ初動として非常に優秀です。このカード永続魔法になっていて、発動時の効果勝利でアンティキア魔法カードを、魔法トラップカードを手札に加えるっていう効果と、一ターンに一度自分のフィールド上のモンスターをリリースすると、1枚ドローしながら、巨人1体を、リリースなくせるよみたいな感じの効果になってますね。だから表側のモンスターを、リリースすることによって何ができるかっていうと、そのカタパルトっていうカードがね、その条件が、発動条件がすごい独特で、自分のフィールドにモンスターがいない場合にしか打てないんですよ。いない場合にしか打てないんだけど、打てると強いんだよね。表側のカードを1枚爆破してデッキからアンティキアモンスターとこしができるよみたいなカードの効果になってますんで、まあ、これをね、まあ、満たしやすくなってますね。だから進軍でカタパルト持ってきて、でカタパルトで進軍でなんかモンスターリリースすると、でそうするとカタパルトの条件満たすからカタパルトでリクルートできるみたいなアンティキアモンスターを、だから簡単にこっからどんなアンティキアモンスターにもつながるってことですね。非常に優秀。はい、まあ、アンティキアデッキはですね、まあ、好きな方も多いんじゃないかなと思うので、まあ、早めに動画にしたいと思ってますんで、チャンネル登録をして、お待ちください。さあ、いよいよ、ライトロード、強化ということで、まあ、このテーマはね、好きな人も多いんじゃないかなと思うんですけども、まあ、ひたすらに墓地を肥やすと。墓地を肥やして墓地のアドバンテージを使って、まあ、展開していくっていうテーマになっていまして、墓地壊し能力も展開力も非常に上がるんですけども、新規によって。まずドラグンオブライトロードさんですね。このちっちゃい裁きの竜、自分の墓地にライトロードが存在していると、ってことだからポン出しできるという、まあ、非常に優秀な、特殊召喚効果。まあ、結構ライトロード墓地にいるなんて、もうなんか援軍かなんか一発ぶち込みはもう、大体条件整うんでね。控えの援軍っていう本当に、ライトロードはぶち壊れ、コストで3枚カード墓地送るっていうぶち壊れカードあるから、まあ、この辺のカードとか、あと、何、エクスチェンジとか、あの辺打って、まあ、ライトロード墓地貯めら、もうすぐに、手札が特殊召喚できるし、で、特殊召喚した場合、デッキから、ライトロードカードを1枚墓地に送るよっていうことで、例えばですね、アーチャーフェリスさんですね、ライトロードといえば、この辺とかを送れば、普通に、チューナーモンスターが、墓地から蘇ってきますんで、まあ、チューナーと非チューナーでレベル8のシンクロができたりとか、あと、まあ、ランク4のエクシーズができたりとか、いう感じ。だから、ドラッグオブライトロードからのフェリスみたいな動きをすると、ライトロードの、まあ、エースモンスターであるこのミネルバとか、まあ、新規のこの、シンクロのミネルバとか、この辺がまあ全部出せるってことですね。はい。で、こいつが墓地へ送られると、このデッキから攻撃力3000、守備力2600っていうジャッジメントデスのステータスのモンスターをサーチできるということで、まあ、裁きの竜とかね、あとジャッジメントドラグーンとかさ、これだね。これ好きなんだよね。これかっこいいよね。ジャッジメントドラグーン。この辺とかが、サーチができるので、展開札にもなり、かつ、なんかそのエースモンスターサーチもできるということで、さすがに最強ですね。で、まあ、新規の、ライトロードのモンスター、鍵モンスターは、あとね、デーモンバイスっていうモンスターが実装されてると思うんですけども、これってだから他のライトロードカードをデッキに戻して、特殊召喚できますっていう。だ さっきの、その、ドラグオブライトロードとかを墓地置い、手札にいたら、返して、デーモンで特殊召喚して、デッキの上からカードをこいつ送りつつ特殊召喚したりとか、あと、デッキから、これが墓地送られると、ライトロードデーモンバイス以外のライトロード特殊召喚できるということで、まあ、そのデーモンバイスでこの、ドラグオブライトロードとか特殊召喚もできたりとかして、まあ、非常に優秀ですね。はい、これも多分これも3積みカードになるんじゃないかな。ライトロードデッキであればね。で、
新規のシンクロモンスターがめっちゃくちゃ強いんですよ。これ、これ一応汎用シンクロモンスターになっていまして、ただシンクロした後の効果は結構ライトロードギミックが必要になってきます。このカードがシンクロ召喚に成功した場合、素材としたライトロードモンスターの数までデッキからライトロードモンスターを墓地に送るよと、同じ規則は1体までということで、まあ、ライトロードとライトロードくっつけて作れば、まあ、2枚墓地に送れるんで、ライトロードをめっちゃ強いですよね。でそこにからさらにモンスター展開してランク4とか、さらにエクシーズ8とかできますし、ミネルヴァからもう1回ラン、シンクロ8して、なんかレベル8とレベル8でジアンデと捨てるとか、ね、ありえない墓地壊しがミネルヴァセレシャできるっていう感じで、ライトロードモンスターは自分のフィールドのモンスターは除外できないっていこうかと、あと自分の墓地からライトロードモンスターを4体まで除外して、除外した数だけ自分のデッキの上からカード墓地を送るっていう、だから、まあ、ライトロード大体、まあ、動かせば墓地にライトロードなんて基本的にはいっぱい溜まるんで、まあ、4枚除外してまた4枚墓地を送るっていうことができるんですね。どんだけ墓地肥やす、まあ、2枚墓地ライトロード、肥やした上でさらに4枚墓地を送ってるんで、だから6枚くらい墓地を送るんですよ。さすがに強いよねこれは。でその後にね、ミネルヴァだったりとか、さっき言ったね、ジアンデだったりとかして、まあ、さらに墓地をくれるんで、ライトロードぶん回ったらね、デッキもし40枚だと仮定した場合、もう大体全部落ちるね、デッキの中のカードが。そんな感じになります。まあ、ちょっとカオスルーラーとかいないんで、もうマスターデュエルさん、まあ、推し人もいないけど、なんで、まあ、ちょっと若干落ちてはいますけど、墓地壊し能力、それでもって感じだよね。うん。で、エースモンスターの融合モンスターが多分、追加されると思うんですけども、これ、エンライトメントドラグーンっていうモンスターで、これね、融合召喚見てもらったら分かるんですけど、パニッシュメントプラスジャッジメントっていうのがめっちゃかっこいい融合召喚条件なんでね。で、自分のフィールドおよび墓地からそれぞれ1体ずつ、この上のこのジャッジメントとパニッシュメントを除外すると出てこれるっていうことで、結構簡単に一応出すことができます。で、自分相手のターンに一度2000ライフを払うと、このカード以外のフィールドの墓地のカードを全部除外するよっていう、一応効果になってます。だから、まあ、一応その動かし方としては、さっき そのシンクロモンスターを立てまして、ミネルヴァを。で、効果では除外できないっていう状態にしておいて、こいつを出して、相手のフィールド上のカードだけを全部パスする。あ、自分の墓地のカードみたいな。フィールド墓地のカードを全部パスするみたいな感じの、動きになってますね。で、自分のエンドフェーズにデッキの上でカードを4枚墓地を送るって効果と、相手によって破壊されたら、除外状態の、ジャッジメントとパニッシュメントを手段に加えるっていう、か、その後、その2体を召喚条件無視して特殊なすることもできるよみたいな感じの、だからまあエースらしい性能になっていますね。で、ただあんまりねこいつをね使うことがねあんまなくて、なんかオーバーキルというか、そんなことしなくても勝てんだよね。なんでかっていうと、ライトロードって墓地肥やす関係上いろんなテーマと相性が良くて、例えば、まあ、ティアラメンツですよね。やっぱりライトロードといえばライロティアラメンツ、ティアライトロード、まあ、キトカロスまだ生きてるんでね、マスターデュエルってやれば。なんで、普通にティアラメンツをライトロードのギミックで落としに行きつつ、まあ、ティアラメンツの方でも、まあ、落としていけば、もうデッキなんか余裕で全部掘れるみたいなイメージなんで、まあ、いろんなことができますよね。あと、まあ、ティアラメンツじゃなくても未回帰とか、この辺の、テーマと合わせて未回帰ライトロードみたいな感じで、組んでもいいですし、あとね、もちろん先行暗記でも、まあ、できるんですよ。こんだけ手札墓地を肥やすテーマであれば。もうね、なんかね、OCG で見たことがあるのは、その先行ボカエアロシャークっていうモンスターがいるんですけど、これを使って、除外のゾーンのカードの数かける、100ダメージを相手に与えるっていう、この、エアロシャーク。これをね、3連打して勝ってる人いましたね。エアロシャーク、を3体で切れるのは何？そんなエクストラの枠あんのかって感じなんだけど、ライトロードってね、ライトロード、サモナールミナスとシャーマンルミナスで、なんかね、手札コストがあればありったけループするんですよ。なんかリンクモンスターの、これセレーネ。セレーネで、ルミナス蘇生して、で、ルミナスで手札コスト切って、ルミナスのシャーマンの方の蘇生して、で、シャーマンの方で除外ゾーンからライトロード読み戻して、で、ルミナス、ルミナス、誰かでシンクロして、で、もう一回その、セレーネ出し直してみたいなことを していくと、なんか、手札コストがあればありったけ、なんかその、ルミナスループが入るんだよね。だから、そうすると、なんかその、先行ボカン、エアロシャークさんをなんか、3回くらい出して、先行ワンキルみたいなこともできますし、まあ先行ワンキルしなくても制圧盤面も、もちろん、作れるし、多分トリシューラとか出して、トリシューラ、エンタープラスルみたいな感じで、なんか、ハンデスとかもできると思うわ。いろんなことできると思うから、このルミナスループ使えばね。なので、まあ、ライトロードをが好きな方は、ぜひ研究していただければと思うんですけど、とにかく、墓地壊す能力やばいから、これクソデッキが多分いっぱいできると思う。うん。いっぱい作っていくわ。
はい、というわけで、まあ、個人的にはアンティークギアとライトロードマジで楽しみですね。ライトロードはクソレッキいっぱいできるんでめっちゃくちゃ楽しみ。ライカ、ジェネックス、アロマは別動画で出そうと思ってるんで、よかったらそちらご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。